カギカズラは、アカネカカギカズラ属の植物。ツルになる木元で、茎に針がある。南方系の植物であり、分布は限られるが、生育地では、厄介なツルクサでもある。よく木に登り、森林内では、林間部まで顔を出し、その上に枝を広げることもある。節々から針を出して、これを多物に引っ掛けるようにして這い上がる姿は、 日本では他に例が少ない。和名は針くずで、この針にちなんだものである。感銘の針富士を当てる場合もあるが、これは中国産の別種であるから使ってはならない。と、牧野富太郎は述べている。本州では南方系の珍しい植物として重視されるが、林業の方では厄介なつる草として嫌がられる。薬としても利用される。 上緑性である。最初は茎が立ち上がるが、次第に周囲に持たれ、引っかかるように伸び、10メートル以上にも達する。枝ぶりとしてはまっすぐに伸びる枝と側方へ出る側子が、比較的はっきりしており、側子では、葉は水平に配置する。葉は、耐性、楕円形で、先端は鋭く尖る。葉身は、長さ5から12センチメートル。 幅3から6センチメートル、表は滑らかで、鈍い艶があり、裏面はやや白っぽくなる。また、若葉は赤みを帯びる。葉の基部には、線形の卓葉が、個々の葉の両側にあり、合わせると節ごとに4つついている。これらは、早い時期に脱落するが、新芽ではよく目立つ。また、髪型の枝では、葉の基部上側から針が出る。 針は先端に向かって細くなったものが茎の下側に向かって巻き込んだもので、ほとんど円形になるまで先端が巻き込んでいる。はじめは緑色をしている。他のものに引っかかると太くなってしっかりと植物体を固定する。花は6から7月に咲く。枝の先端近くの溶液から2から3センチメートルの枝が1本だけ伸び、その先端に多数の花が、 登場に集まった休憩の果樹が一つつく。果樹は、開花時でその径が2センチメートルほど。花弁は、長さ1センチメートルほどの筒の先端が五弁に分かれて開いたもので、緑を帯びた白。その中から梱包状の梅しべが長く突き出す。同じ枝先から数個がまとまって出るので、なかなか目を引く花である。果実は、果てで。 花がそのまま枯れたような姿、種子は小さくて0.5ミ、mm、リメートル、両端に長い翼がある。針の様子この針は本来は枝であったものと考えられている。葉の上側の基部は本来は枝の出る位置である。また、即死の出た節には針がないし、果樹を出した葉の基部にも針を生じないことでもそれがわかる。即死では耐性する葉は水平に展開し、 針はその基部から出て少し下向きに曲がって伸びるため、歯に隠れる形になる。下から見ると、すべての鍵が見える。ここで面白いのは、歯のつく節ごとに針が出るのであるが、二本がタイになって出る節と一本だけ出る節が交互に現れることが多い点である。森林に生える。森林内や林園部に出現するが、明るいところを好み、 特にギャップを生じると素早く反応する。森林伐採の跡などにもよく繁殖し、先駆植物的な色合いが強い。森林でないところには出てこない。本州では、房総半島以南、それに四国と九州に分布する。中国南部には、本州の変種有リンコフィラバリエーション、古典部山崎が知られている。牧野はこれにトウカギカズラのは妙を当てている。 丈夫な鶴草として使われることもあるが、多くない。漢方薬としての利用は下にまとめる。学術的には、日本本土では分布の限られた種であり、重視される。千葉県や神奈川県、京都や島根など、分布北限の地域ではそれぞれに、程度は異なるが、絶滅危惧種に類するランクが与えられている。 ただしそれ以南の地域では普通に見られるため、日本全国では取り上げられていない。また、京都市の松尾大社鍵かずら野生地は、市の天然記念物に指定されている。しかし、それ以南では普通種で、むしろ実生活の上では、植林地の外気扱いされることもある。素早く成長して、よく繁茂し、若木の上に覆いかぶさることで嫌われる。よく枝を出し、 節々に針があって引っかかるため、駆除するにもお厄介である。カギカズラの針は、釣り藤針と呼ばれる木薬として、日本薬局方にも収載されている。釣り藤針は、鎮経剤や鎮痛剤として用いられ、成分としては、リンコフィリン、イソリンコフィリン、コリノキセーン、ヒルスチン、ヒルステインなどのアルカロイドを含有するが、カギカズラ由来のものは、ヒルスチン。 ヒルステインなどを、ほぼ含有しない。和歌山県では秋になって針が赤活色になった頃に、これを収穫し、乾燥させた。かつては中国から、薬首相が買い付けに来たこともあるというが、現在は中国から年間1トンほどを輸入し、五感、夜泣きに効くという。近年、釣り藤針を含む、漢方処方である釣り藤さんを、 アルツハイマー認知症型モデルのラットに投与した実験において有意な症状の改善が見られたほか脳血管障害型の地方モデルでも釣り藤張りの有効性が報告されており注目を集めている釣り藤さんの他そもそも肝酸七物硬化油などの漢方処方にも用いられているなお中国秋代前半以前は藤川が薬用部位とされていた カギカズラ族にはアジアの熱帯域を中心に約50種があるが日本にはこの種の実が分布する。なお登場過剰は同化の別族である谷渡りの木やヘツカニガキとも共通する特徴であるがカギカズラ族、谷渡りの木族、ヘツカニガキ族はエペジー4では全て谷渡りの木連の下に置かれている。なお同族のガンビールの木及びキャッツクロウは カギカズラ同様に薬用に用いられる。マキノ P581。こういう注文の付け方は、マキ武士である。ただし、現在ではこれらは、同種内の変種となっているマキノ P581。マキノ P581AB。医薬品拡張。日本薬局法第15改正厚生労働省。2008年3月31日。PP1242。 2010年2月7日閲覧。A マス、P15、宮原勝ツ漢方ポケット図鑑連草社、2008年、174ページ。ISBN4 から90万6668から62から、3。坂木原愛、高橋 H、ケミカルフーミアコロジカルエヴァュエーションズ、オブチャイニーズクルードドラッグ、グーテン。 ナチュラルメディシンズ52、353から359、我が山の生物 P59 ファン HC、チョン RL、カオ P、ワン c r ヤンディージー、アルカル3によるアルツハイマー型認知症、ラットモデルに対する釣り富士酸の影響、エフェクツオブ。ガウテングズン、オンモデルオブアルツハイマーディメンシャインナッツバイアルカル、3。中国中薬雑誌33。 5536、プミド18536382、http コロンスラッシュスラッシュチャイナ .jst.go.jp スラッシュ g スラッシュ c2264a スラッシュ 09a0869292.html 山形県衛生研究所英県ニュース131大塚隆施設、漢方医学創原社、創原医学新書。 1990年2月1日、第3版、PP219。228,237。ISBN4 から422411101。三影正幸、遠藤博子、寛薬、釣り藤針の薬用部位に関する指摘考察。日本東洋医学学会主第59巻第1号。2008年、25から34ページ、土井。 10.3937、コインポムド、59.25、一瞬0287から4857、ネイド1100億659万6068。スティーブンス、PF、アンジュアスパームファイラジニーウェブサイト、バージョン14、ジュライ2017、アンドモアオアレスコンティニュアスリーアップデーテッドシンス。2019年6月6日閲覧。ありがとうございます。